はい、というわけで今回ですね、ドラゴンゲートの SBK とキットの構想の行方は一体どうなるのかということで、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まあ、今年、神戸三宝ホール大会でですね、SBK とキットがもう大構想というか、ついに送り出しましたね。でも場外でも大乱闘だったりとか、ものすごい構想になって、2020年は終了したと。 じゃあ来年この2人の構想は一体どうなるのかっていうことなんですけど、ま,あ、まず最初にですね、まあこの2人は構想は続いてるんですが、まあ、どっかのタイミング、結構ね、年頭たまるぐらいやと思うんですけど、エータを追放すると。r e d g a がね。で、エータをボコボコにしているところに、キットが救出に来る。ね。で、エータキット、そこに、まあ菊田が参戦してきまして、SBK と、 キクタ対エイタキットっていう構図がまず生まれるんじゃないかなと。で、そこの4人でね、こうパチパチやっているところに、まだ別の構想として、まあ、シュン、今、ドリームゲート持っているので、そこに石田が挑戦してくるんじゃないかなと思いますね。で、この2人の戦い、まあ、ドリームゲート戦とかも多分行われて、で、まあ、どっちやかつか分からないですよね。で、シュンと石田の構想が、ええたきっと、 SBK 菊田の構想に加わっていくと。で、その6人ですよね。この6人で、カナービマッチに入っていくっていう形になっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、なので、来年はね、新ユニット、3軍構想もおりまして、新ユニットもどんどんできると思いますし、さらにね、SBK キットの構想の行方っていうの どうなっていくのかっていう新しい展開が、まあ注目なのかなと思いますね。はい。ということで、まあ今回これどうはもチャンネル登録をよ,よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの SBK とキットに関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回これです。